今日米子北郎空港に設置されたこちらのカプセル自販機、1回500円、1日1個限定の大当たりカニショーが出ると、なんと目利き厳選の境港産紅ズワイガニ3匹がもらえるんです。ガチャは1日50個限定で、そのうち当たりカプセルは11個。カニの他にもカニ関連商品や空港内の飲食店で使える食事券などが当たります。飛行機乗られない方もですね、こちらに来て楽しんでいただけると、地元の方に愛されるような空港を目指していくというのが我々考えておりますので、その一環でですね、今回このようなイベントをさせていただいたということでございます。ユニークな仕掛けの理由は空港の閑散期、2月は利用者が少ない時期ということもあり、空港の利用促進を図ろうと企画されました。こちらの挑戦者、結果は、おお、やばい、当たった。見事初めての当たりカプセルを引き当てたのは松江市から来た親子。大当たりのカニではありませんでしたが、カニ味噌バーニャカウダをゲットしました。嬉しいです、とても。イエーイは、イエーイ。こういう自販機あるのいかがですか。いや、すごい楽しみです。また空港に来るのが、そのためだけに空港来てみようかなと思いました。空港ビルの社長も運試しに挑戦すると、なんと当たりカプセルを引き当てる強運ぶりを発揮しました。カニ当たったらどうしたらいいの。飲食店賞が当たりました。よかった。後でカニラーメンを食べに行きたいと思っています。ハズレでも空港内で使える500円分の商品券がもらえるため、挑戦して損はありません。2月いっぱい期間限定のカニガチャ、今年の運試しにいかがでしょうか。